日本長野県松本市高宮高宮は長野県松本市の市街地の南の地区で高宮北、高宮東、高級中高宮南、高宮西の4つの住居表示自主地区がある。国道19号沿いに郊外型大型店が多数あり、休日には多くの買い物客で賑わう。高宮のランドマーク的な NTT 東日本南松本ビル、江戸時代は 寛永年間までは未開の地だったが、寛永になると北隣にある鎌田村の民がこの辺りを開墾し、高宮新田村を形成した。南北に伸びる道を中心に、人家から墓の位置まで計画的に集落が作られた。高度経済成長期に国道19号のバイパスがここを通ることになり、以降郊外型大型店が相次いで出店し、現在の発展に至っている。 高宮北は長野県松本市の市街地の南にある町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み。国道19号沿いに郊外型の専門店、特に自動車関係の店が多い。大きな道から一方裏へ入れば住宅地となっている。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。高宮東は、 長野県松本市の市街地の南にある町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み。国道19号沿いに郊外型の専門店、飲食店が多い。中規模のビルが建っており、郊外というより都市と郊外の中間のような雰囲気となっている。二千十八年十月一日現在の世帯数と人口は以下の通りである。高級中は、 長野県松本市の市街地の南にある町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み。国道19号沿いに伊東洋華堂、郊外型の専門店がある。国道19号の東側は以前は工場が多かったが、現在は伊東洋華堂になっている。19号から裏へ入れば住宅地となっている。 2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。高宮南は長野県松本市の市街地の南にある地名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み。空港通り沿いにコンビニや小規模な店舗がある。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。高宮西は 長野県松本市の市街地の南にある町名。定番を持たない単独町名である住居表示実施済み地区。空港通り沿いの一部を除いてほとんどの範囲が陸上自衛隊松本駐屯地である。空港通り沿いには専門店が見られる。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国道19号が 中央に通っている。また、高宮交差点ではこの国道19号と山彦道路が交差している。国道19号は市内で最も渋滞の深刻な道路で平日の昼間でも流れが止まってしまうこともある。現在拡張工事が計画されている。ありがとうございます。